コンドルワン、ルイス・セラについて少し分かったわ。了解でございます。バイオブラー観光ツアーインスペイン始まるよ。ということで、はい、今回もやってまいりましょうか。クソやかましいって。大丈夫。キンポンカンコーンっていうところでお伝えをしたと思うんですけれども、私はそんなね、声にも負けず屈せずで頑張っていこうと思いますんで、ぜひね、皆さんね、応援のほどよろしくお願いいたします。ということで、今回からですね、チャプター3ということで、まずはこちら、見逃しておりましたんで、早速ご案内してまいりましょう。こちらがですね、バイオブレッジ、バイオベイト。そして、シカ、ディアハンターっていうアプリケーションがあった気がするゲームアプリね。それで確か僕遊んだことがあると思うんですけどね。バイオブラね、バイオブラじゃねえや、ディア系、ディアなんとか、ディアハンターだ。うん。銃一発でドーンってね、何かね、獣ね、バーンなんだクーンクーン、そうだ、忘れてた。クーンクーンって言ったんだ。でね、これね、面白いのがね、この助けない王はね、銃でバコーンって撃つとね、この子助けに来てくれないという、そういうオチになるらしいので、ここは丁寧に助けて差し上げましょう。皆さんも注意してくださいね。あのね、やっぱりね、雑に助けるとね、恩恵を感じてくれないというね、なかなかシビアなね、状況になってございますんで、そこら辺はね、お間違いなく助けてください。あ、こっちを向いて可愛い、キュンキュンってことで、ね、いると思いきや、こいつは狼、ワオー、さあ、振り返ってくるっと。はい、今回はですね、オオサンショウウオの、お刺身を食べに行こうということで、そこに向かっていく途中なんでございますが、まあ、いきなりにそこに向かってね、なんとかかんとかガッシャンガッシャンってすることはちょっとなかなか難しいところでございますんで、まずはゆっくりゆっくりね、あの村の中央に戻っていってね、残党をね、狩るというね、残党狩りというものをね、しかしこしこしことやっていこうと思います。さて、果たして私の方では、ああ、しまった。こちらにですね、宝物があるんですが、こちらの宝物はですね、今現在取ることができませんので、こちらの渓谷廃工場等々に関しては、すべてクリアすることができておりますんで、こちら向かってまいりましょうということでございますね。で、ここの中にね、敵がいると思いきや何もいないということですんで、はい。皆さん、積んどくですね、積んどく。で、本を積むということで、積んどくということで。で、こちらにろうそくがあるんで、しかしここにランタンがあるので、これは現代のね、力の文明進化ということでございます。はい。で、そして後ろを振り返ってくるとね、ここになってね、ワインダルが1、2、3、4、5、6個、7個あるということで、よらよらここでね、こちらの燻製肉を食べながら皆さんで、ね、男がね、いやー、今日も神さんに叱られちまってさ、いや、わかるぜ、俺たちもさ、毎回しがやられてんだよっていうような会話をしつつですね、皆さん、おーっとい。あ、しまった、外してしまった。奴を倒さないことには、なんと、ワンワン王が、コミカスに、になってしまうんでございます。ということで、ワンワン王はですね、私、この、いろいろ出てくるバイオハザードの敵の中で一番嫌いな敵でございますね。はい、ということなので、爆死の覚悟をしておきましょうということで、爆発させてやろうということでございます。ということで、サクサク狙って、カラス、ワンワン、ワンちゃん、ワンちゃんは嫌いなので、ワンワンは、ワンワンしておきましょう。いるわ、他にもワンワン、村痛い、くる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 。おーっと。まだどっかで走っている。そうさせろ、イカポンチ、ドッカン。あ、いるね。はい、おやすみの子守歌を信じてあげよう。おやすみなさい。つい。君もあそこにいるようなホルモン焼きにしてあげようか。はい、ごめんなさいね。間違えた。あ、くる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 。まあ、一回はこれ見せておかないといけないですからね。はい。で、こっちに戻っていこうとするんですけども、果たして空いてるんでしょうかね。あ、相変わらずのね、太郎、二郎、三郎二号がいるんですけれども、ここをグイッと開けようと思うと、なんと封鎖されてしまっていますね。こっちには帰ることができません。ということで、観光ツアーは、もう、環境性仲間的に実行していかなければならないという、そういうオチでございます。はい。でですね、まあ、ワンちゃんっていうのはね、大概ね、体を濡らすのがね、猫ちゃんと共に苦手っていうところなんですけどもね、あれ、さっきここにいたワンちゃんがもうすでに水浴び終わって、俺はカラスの行水なんだよ、ってどっか出ていっちゃいましたね。はい。で、ピーンとお邪魔しますということでね、はい、皆さんお気づきかのかもしれないですが、私ですね、友人家族、そしてですね、視聴者の皆様に関してはね、この動画、とてもうるせえし、早口だし、何言ってかわかんねえよ、ということで文句を言われてしまったんですけれども、まあ私のですね、このスタイルということは、まあ自分のね、肺活量とね、それから喉の限界が来ない限りな、とにかく永遠に無限にやっていこうかなというところでございます。で、ここでドゥーンとなってるんですけど、ここ入ってね、いやー、入っていこう、やったー、ふーって思ったらね、なんか、チトーンってなってしまうので、ここはご注意ください、ここは。で、さらにですね、あ、ここはなんとか防いだけど、ここ行こうと思ったら、ババアがいるーということなんですね。ババア。はい、ここ中林さんがついに登場したということで、中林さん、中村さん、あれ、中林さん確かこの間もいたはずですよね。で、外にポーンと出ると、なんとこちらにもですね、あ、平田さんがいらっしゃるんですね。平田さん、あ、平田さん、年のためか骨焦燥で倒れてしまったー。じゃあ、その場にとどめをさせてあげましょう。で、向こう側にですね、今度はですね、栗田さんがいらっしゃるんですね。栗田さんがね、もうクリックリしながら待ってるんでね、後ろからね、
ああ、タイムカード押しといてあげるよ、ぶっちゅーとしてあげましょうと。はい。で、ごちそうさまでございます。で、実はですね、こちらですね、会員制がね、今回ね、会員が入らなくてもいいですよ、特別サービスだよ、ということで、中に入ってあげ、入ることができるようになっておりますんで、この中でね、はい、早速ですね、タルマックを2つですね、取っていきましょう。タルマック、違う、中野バーガーだったー。やばい、喋りすぎてお腹が痛くなってきた。どうしよう。お腹、で、ね、実はね、これ珍しくね、ご飯を食べた後にすぐやってますんで、登っていきます。いやー、腹筋がもうすごい鍛えられてますね。はい。ということで皆さんお待ちかねの中野バーガーですね。中野バーガーに入る前に、まずは、ベーコン、レタス、ハム、そしてピクルス突入することができましたと。はい。そしてここに入っていくことによって皆さんお待ちかねの中野バーガー、さあ何を頼もうかな。じゃあまずはポテト L からお願いしますってね、最近どころじゃないね。もうだいぶ前だけど。おーやばいー、キャー、そうか、ここではヘビ肉を使っているんだ。世にも珍しいヘビ肉、そんなものを扱うことができるのは、この中野バーガーもしくは小林林道だけなのだ。出た、食撃の相場、楽しいよね。レレレレ、食撃の相場が出てきてしまったおかげでですね、トリコという、他のね、なんか世にも奇妙な物語に出てきそうな動物たちがたくさんあるね、食事漫画ですね、追いやられてしまったんじゃないかというね、だんだん食事からね、バトルミニゲームに変わっていった感じでございますからね。はい、ということで、ここではですね、はい、こちらの中野バーガーはね、バンズをまずは用意しますと。そこに間に挟む、パテなど等々を挟んでね、最後にこのドクロでバチューンと挟むことによって中野バーガー出来上がるということでございます。はい、そしてここで出来上がった中野バーガーですね、こちら散らかっておりますので、ここで食事をすることっていうのはね、現在お店の方では推奨しておりません。じゃあどこで食べたらいいのかっていうと、ここバーンと出たところ、ちょっと待ってくださいね、なんとこれはオープンセサミー、あ、ショットガン、ありがとうございます。で、ここバーンと出たところにですね、あちらの方にですね、教会がありますので、そちらで皆さん座って食べましょうということでございます。新しいブーツをね、やっていけようって言って。で、ちなみにですね、こちらですね、さっきのね、バーンってね、これは、セルフアウェアネスですね。セルフアウェアネスで、事故への気づきだ、セルフアウェアネス。そうそう。セルフサービスですね。セルフサービスで中のバーがバーンと、ね、潰すことによって食べることができるんですけれども、自分で作るのがめんどくさいよという方はですね、こちらのね、武器商人さんがですね、実はね、食事もできるんだよ、料理もできるんだよということなので、この方に作っていただくっていうのがおすすめではないかなというところでございます。で、これで私爆死してしまいましたので、こちらで一旦回復をしておきましょう。で、ここでいっぱい売り物があるんですけれども、ここで一旦ね、アイテムケースじゃね、なんだったっけ、アタッシュケースをね、圧迫しているものだけをね、売りさばいていくということで、ここもね、4つもいらないのでね、ここパーッと売っていきましょう。はい、4つじゃないな、ここの巣ですね。はい。あ、ちなみにですね、こちらセルですね、ここにマークがついているやつありますね、このマークがあるやつは一定数量以上売るとですね、こちらのスピネルがね、ミッションクリアということでもらうことができますんで、そちらお忘れないようにしてください。で、なぜかというとね、くるっと振り返ると、あれないですよ。あった、これだ。はい、ここに見てるので、ね、鎖ヘビーよね、やばいよ、倒れたから鎖蛇を、なんだ、なんかすごいドカ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 って荒れてる音が聞こえたけど、気がするけど気のせいか、そんなものは気のせいですね。はい、私が暴れすぎたがゆえにですね、ああしまった、ちょっと待ちくださいね。いらないものをね、売っていってね、私力仕事がもう大変で、非常にしんどいものでございますから、ちょっとでもね、アタッシュケースの中身はね、スカスカにしていってね、軽い状態で歩いていきたいなというふうに思いますので、はい、そうなんです、墓場まで持っていくことはできないんですが、今から墓場に突入していこうかなというふうに思いますので、皆さんもねついてきてください。ということで、墓場に突入して、中野バーガー一緒に食べようぜって言って、あそこで仕事をしている2人にですね、せっかくですんで、鎖蛇入りのですね、中野バーガーをね、中野バーガースペシャル K というのね、鎖蛇の K をっていうものを、早速食べていただきましょう。たた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 たやばいやばい、俺の中のバーガーよこせーって言って、ああ、マクドナルドじゃもう飽き足りねえんだ、ロッティリアでも食べた、バーガーキングでも食べた、おっと食べすぎたがように、パテとともにぺっちゃんこに潰れている首ちゃんがあった。あれ？なんだかこれは。フレディみたいですね。で、こうやってバーバーと5回墓荒らし達成ということでね、なんとバチ当たりな人なんでございましょうか。はい、そんなことは気にしないで、早速ですが、観光ツアーをやってまいりましょう。で、こちらのですね、お墓に関しては、なんと大理石でできてはいるんですけれども、あまりにも脆い作りになっているがゆえにですね、ちょっとしたね、ツンツンっていうものでもね、破壊することができちゃうんですね。なので、こういう高々ね、ナイフでもね、ツンってやるとね、真ん中がプーって抜けちゃいましたよーっていうことになっちゃうんですね。ここで、はい、ド M の M でございます。はい、続いてですね、ド S の S で、これは Z だったー、チャキーンと。
あれ、これ全部破壊したところで何もないということなんですけれども、さっきのなんであれミッションになってるかというと、2つのね、横並びになったね、通称、双子ちゃんっていうのが、そこを開けることによって、なんとチェキンチェキンと壊すことができるんですね。はい、で、ここで、中野バーガーを食べようと思うんですけれど、中野バーガー食べたいけど、中に入ることができ、中野バーガーということなんでね、ここに入らないと早く、出来たてのハンバーガーが冷めてしまったハンバーガーとパテ、ハンバーガー、パテ。ターゲットは？パテと何だったっけ？バンズだ、バンズ。硬くなってしまうんで、硬くなってしまう前に早く食べに行かないといけない。だけど中に入ることができない。ということなので、こちらを開けるための鍵を今から探しに行きましょう。さあ、皆さん一緒についてきてくださいね。さあ、走っていきましょうか。走りたいけど、彼女とキャッキャイチャイチャの会話をしているうちに喋ることが、走ることができなくなってしまっているようだ。だだ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 。ちなみにこちらのですね、棚が倒れてくるという仕様になっているんですけど、先にこの棚を破壊することができないかなと思ったんですが、棚を破壊することはできませんので、くるっと回って、パチッと鳴らしておきましょう。さあ、こっちに進んでいきましょう。さあ、こっちに進んでいくとですね、なんとここにね、侵入路があるんですね、バーンと入ると。はい、そしてここにですね、地図があるので、これを確認しておきましょう。対岸の洞窟に、鍵はあるから、気をつけて取ってくださいね、ということなんだってね、了解しました。その鍵を取りに行くために私、今、ちょっと待って、今の、サプライズはいらないですね。はあ、なんとここで美女がびしょってると聞いたらまで、教会に幽閉せようということでございます。はい。で、ちょっと待って、縮小、何をしても、回転をしても何もならない。彼女に会いに行くために私は頑張る。そしてここの鍵を開けることはできないので一旦戻りましょう。さあ、ここの時点で私は何か宝物を探し忘れていますね。はい、ここの宝は今のところゲットすることはできない。そしてこのトレジャーは後で取りに来ることができる。ここも後に取りに来れるんですが、戻ってくるときに忘れてはいけないので、観光ツアーガイドとしてあってはならぬことだと思いますので、先にこっちは取りに行っちゃいましょう。はい、皆さんついてこれてますか？はい、これがバイオ村の恐怖でございます。はい、で、墓場までは持っていくことはできないぜってことなんですけど、中野バーガーをね、を食べるためにはね、墓を通り過ぎてからでないと食べることができませんので、そこら辺をご注意くださいませ、ということをご注意ください。さあ、上の方をチラチラと見ていくとね、あれがぶら下がってます。ステーンすると、はい、落ちてくるんで、それを拾って、なんとエメラルドだった。エメラルドは硬くて仮面。残念ながらパテにすることはできません。はい。じゃあ、こっちの中入っていきましょうか。うえーオープンセサーミー。喋ることがないと、とにかく叫んでみたらなんとかなるんじゃないかという安易な考え方を持っておりますが、はい、そんなこともないですからね。はい、で、ちなみにですね、スペインっていうのはですね、地域によってやっぱり寒いところもあります。私が行ったバルセロナの地域なんかっていうのは歩いているとだんだん暖かくなってきますんで、途端にですね、コートがいらなくて、上に1枚の長袖でも着ていればなんとか歩くことができる地域ではないかなと思うんですけど、ピレネー山脈があるあたりとか、そのあたりちょっとおそらく寒いと思われる。ピレネー山脈がどこにあるかわかんないけど、なんだったっけ、パルケ・エスパーニャでピレネーというね、釣り型式ジェットコースターがあるんで、それをなんか知ってるから、ピレネ山脈っていうのがスペインにあるんだっていうことをなんとなく知っているという、その程度でございます。はい。で、こちらの薬指はね、必ず取っておくようにしましょうと。あい、映えそうっていう、なんかやってきたやつがいるんで、そいつらは無視して、ああ、なんか飛び降りてきてる。そんな、まだまだ人生楽しいのに、そんな飛び降りてしまうなんてもったいないでございます。はい。青春は爆発じゃん。おやすみなさい。ああ、ちょっと待って。ああ、発狂 G が、俺はそれでもマクドナルドが食べたいんじゃ。だったら、ナコロバーガーって言うんじゃないわよ。ところで、後ろからばあさんが来るはずだったんですけど、ばあさん来てますかね？ばあさんはまだ来ていないということなので、こっちに戻っていきましょう。おーっと、おじいさん、そんな身投げしちゃダメですよ。まだまだ人生先は長いでございますよ。人生100年時代なのに、そんな60歳で身投げしちゃダメでございますよ。はい、登りましょう。登ったところでばあが来るかもしれませんね。ばあ、あれ？おーっと、ここで、ちょっとこの、パテ、肉の焼き加減が足りなかったから、お前もっと焼けようということでね、直火を投げてきてるおじさんがいますね。なかなか危ないでございますね。あれ、こっち後ろからバーが来るんじゃなかったっけ？バーは来ない。バー来てましたね。おーっと、私がその生焼きのやつ、どうなってるかっていうのちゃんとチェックしてあげますよって、なんとも優しいバーでございます。はい。ありがとうございます。じゃあ、もうちょっとミンチを柔らかくするためにも、砕いておきますね、ということで、蹴りを一発入れておきました。アイバエスト、お、後ろからまだあんたの肉生焼けじゃないのって言って怒られてますんでね、ちょっと生焼けになってる肉をしっかりと温めるために、こうやって破壊しておきましょう。はい。これがミンチ肉の作り方でございます。で、先に進んでいくと、おーっと、ここで払いすぎたお釣りが返ってきてますね。ありがとうございます。まあ、まさかの現金じゃなくて、現物で返してくれるというのは、なかなかにおつなんでございましょうか。はい。あ、で、後ろから G がまた飛んできましたね。G が飛んできているんですが、ここのやつもボーンと落としておきましょう。キャー、怖いよー！じゃあ、一気に火力強火でバーン！あっち。で、おー、目の前に落ちてきた。かっこいい。パキー、あ、いった。あれ、うそー。あー、ちょっと、拳で語り合う。おら。おーっと、よく向いちゃったね。そんなやつには、直火です。あ。
直火をプレゼントして差し上げました。はい、そういうこともありえますと。で、あとその他落としていないアイテムは特に大丈夫かな。あれ、こっちに行くと、あー、しまったですね。あっちにまだ落ちてるんだったら、その時に取りに行けばよろしいので大丈夫でございます。で、ちなみにですね、ここにね、今落としたアイテムというのは今のところ拾うことができませんので、後で身投げをした時にね、一緒に続いて、身投げするんだったら今取りに行けるだろうということなんですけれども、まあ今そういうことは残念ながらすることができませんので、こっちに進んでまいりましょう。で、こっちね、やった進んでいこうと思ったら、あっと危ない危ない。じゃあこれしゃがんでなったらなんとかなるんじゃないのと思ったけど、しゃがんでもいけないんですね。はい、ということなので、ピッと解除しておきましょう。と思うんですが、とりあえず、でもやっぱり危ないから、ドゥーン。よっ。で、今のところまっすぐ進んでいくことはできませんので、とりあえずタールを破壊して、そうすると進んでいくことができる。もともと進むことができなーい。で、こちらですね、残念ながら封鎖されていますんで、こっちに進んでいくと、なんとですね、盾を作っているですね、巨人が眠っているんでございますよ。ほーら、これですね。はい。なんだこのでかいの、誰が使うんだよってことでね、このパテをね、パテを使ってね、料理を作っている人物が後ほど出会うことができますんで、はい。で、青いメダリオンを破壊してくれということなんですね。で、青いメダリオンがね、ここら辺でね、ペコ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 なってるんですよ。で、ここら辺の、ちょっとね、カラスを まとめて、ドチューンとやっておきたいので、まとめて始末しておきましょうと。はい。で、こっちの方にもドーンといますんで、はい。じゃあ、火力最大でね、破壊。おーと、まだ生きてたな、なぜだ？はい。あ、生きてらっしゃいますね。生きてらっしゃいますね。あー、ドゥーン、ドゥーン。まあ、この地域特有のね、犬肉なんかってのも入れてみるのもオツかもしれませんので、はい、切り刻んでいきましょう。貴様のホルモンをよこせ。なんだ、たったの100円か、安いな、ってことで、はい、チューンと、はい。で、走りながらね、ナイフを押しちゃうとね、ふーって振っちゃうことになっちゃうんでね、できればね、ストレートにまっすぐブシュ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 刺す方が効率がいいので、こうやって刺して、ガーンってスッ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 といくことですね。はい。こうやってあの細かく細かく切り刻むことによって、美味しいパテが出来上がって、ミンチ肉が柔らかくなっていくということでございます。はい。で、まっすぐ上を見てあげるとですね、青いメダリオンがバーンとありますんで、まず一つゲットですね。で、その後に関しては、この先に、いろいろとね、この辺りにね、バーンとね、持ってますね。この辺りって、その辺りってどの辺りっていうことなんですけれども、まあ、それは行ってみてのお楽しみということなので、今のところはまだまだお待ちくださいということでございます。ところで、ここの辺りにどこかなんかハンドガンがあるということを見かけしたんですけれども、どの辺り、ありましたね。はい、ありました。見かけましたんで、これでゲットということでございます。で、その後、その他アイテムが、取り忘れているところは今のところないでございますので、このまますぐ前に進んでまいりましょう。ちなみにですね、先ほどの大きいオロでね、あ、これで俺パテ作るんだよっていう料理人がここに眠っております。ただ、彼ですね、普段ちょっと眠りこけていましてね、両津勘吉に出てくる4年に一度だけ目覚めてくる、オリンピックイヤーにだけ目覚めてくるというキデカがいるという話があったかもしれませんが、彼よりは眠いですね。3年に1回だけ起きてくるというシーズンでございます。ところが、その今ですね、2年11ヶ月と、それから、26、29日が過ぎておりますんで、それが1日経ったらね、なんと、つまり明日なんと目覚める日が近づいてきているということですんで、皆さん明日になったらね、彼とお会いすることができるかもしれませんので、お楽しみに待っていただけたらというところで思っております。ということでね、いろいろとこうやってね、アイテムをね、取っていくことをね、お忘れなくということなんですけど、あれちょっと待って、お兄さんと、ちょっと待って、レオンさん、ブルーホースさんと、なんかさ、さっきさ、怪しい、なんか、仏さんがいるようなところ見たんだけど、何それみたいなことをね、思われた方いらっしゃって、そうなんですよ。これね、開けたいところなんですけど、残念ながらね、この鍵でね、開けることができませんので、一旦ところ皆さんね、我慢していただけたらというふうに、その代わりこの松明を破壊することで、ね、ちょっとね、なんで開かないんだよという怒りをここにぶつけておきたいというふうに思います。ということで、そのまま先進んでまいりましょうか。で、こっちに進んでいこうかなと思ったんですけどね、この、実はね、これ何になっているかというと、後ほどね、ご紹介する場所につながっているんですけれども、この先はですね、とある養殖場につながっておりますので、何を養殖しているのかっていうのは、次回お楽しみパートということになっております。はい、ということで、この青い炎が見えたということは、またね、例の彼に出会うということなんですけれども、この階段降りていくときに注意ですね。はい、この一斗缶を持っていかないと、この先にあるですね、ボート観光ツアーに乗ることができないですよ。なので、持っていこうかなと思って、ちょっと待ってくださいね。ああ、なるほど。今は空でございますね。いつもだったら、これをね、パコンパコンって打つとね、火がついて、バーンと爆発してね、私、グエーってなるんですけれども、残念ながらそれがならないってことは、今のところね、一斗缶、空になってるので、これを持っていく意味はないということでございますね。はい。で、こちら進んでまいりましょうか。で、これを開けるとですね、ああ、なんか怪しい六角形ピースってことで、あれ、なんか今、透明のパターンだったけど、どうなってるのとかなんですけど、まあ、これは、ハメハメするときにね、出てくるので、それはまあ、お待ちくださいって。おいら、これ作ってくれたのか、ありがとうございます。だけど、そんなことよりも、私はこのロケットランチャーが欲しい。あれ、ちょっと待って、あ、実は持ってた、私。はっはっはっは。じゃあ、俺で行きましょう。はい。で、原作だったらね、こちらにあるんですけれども、ここでね、小さい鍵、秋見つけたということなんですけども、小さい秋を見つけることができなかったので、私はこのまま戻っていくと思います。ってことで、シューン、はい、爆発。
で、こちらのアイテムを拾って、今回は特にこの先に進んでいく必要もなくなってくるかなというところでございますので、一旦このあたりでパートを区切らせていただきたいというふうに思います。はい。で、こちらのね、池に関しては、まあね、真ん中に飛び込んでいったら気持ちいいかなというふうに思うんですけれども、今のところ、あ、ちょっと待ってくださいね。あそこでなんだか泳いでるやつがいますね。泳いでるやつがいるときは、ドーン！ドーン！ここで一個気になるところがあるんですけども、ここね、例のね、ラゴちゃんがね、生息している地域なんですけれども、このラゴちゃんがいるところにまだ生きているから、ドーンって言ったらね、その何発かでね、なんか急にこの中に入ってこないかなっていう危惧もあるんですけれども、今のところそんな心配なさそうでございますね。はい。ここまではさすがにやはり体のサイズ的には入ってくることができないということで、安心したところで今回のパートは以上とさせていただきたいというふうに思います。はい。ということでね、友人、知人、そして家族、ご視聴者の皆様からね、恐ろしいほどまでのね、お叱りを受けたんですけれども、このスタイルを貫いて私、これからも先頑張ってまいりたいというふうに思います。ぜひね、最後までご視聴いただけたらというふうに思います。ということで、本日の動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回また、観光ツアーやってまいりたいと思いますので、お楽しみくださいませ。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。